もしもし。もしもし、こんばんは。はじめまして。ちょっとアイコンも可愛いなって思って、正直なところ。あ、いいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。どこかわかんないけど。ありがとうございます。結婚してもう7年ぐらい経つんですけど、おめでとうございます。 ありがとうございます。あの旦那さんがちょっと黒歴史になるのかな、旦那さんが黒歴史、そう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 、聞いた時にえって思っちゃったんで。あ、旦那さんが黒歴史あるって話ですか？うん、だと思います。びっくりした。旦那さんがいることが黒歴史っていうのかと思ってびっくりした。それはまずいですね。7年のおめでとうございます返してって思って。自分たちが知り合う前の話だったんですけど、はいはいはい、友達なのか会社の先輩なのかよく覚えてないんですけど、家に呼び出されたらしいんですね。一緒に飲もうよみたいな感じで旦那さんが呼ばれて、ちょっとここに来てって言われて住所を送って来られたらしいんですね。そこに行ったらその先輩がいなくて、代わりにいたのが見知らぬ女性だったんですよ。まあ、話は聞いてますって相手の女性から言われて、で、あ、じゃあ後で先輩来るんだと思って飲んでたんですけど、なんかだんだん飲んでたら眠くなってきちゃったらしくって、そんなにお酒弱くないんですよ。毎週毎週飲みに出てすごい飲んでるのに、その時はなぜか1杯か2杯ぐらいでもうすごい眠たくなっちゃってって、だんだん眠くなってたら、その女の人が急になんか布団が敷いてあったらしいんです、で、そこに連れて行かれて、あの全部脱がされて勝手に始められたという。盛られたってことですよね、薬。そうですね、多分そうだと思います。やば。だから会ってないから、その先輩に聞いても俺は何のことか知らないって言われたらしいんですよ。いろいろ始められちゃったんですけど、結局旦那は何も反応しなかったっていう。それを聞いた時に何人かで、まあ、聞いてたんですけど、私を含めみんなドン引きしたっていう。え、それで立たないお前って何みたいな。キノコのこの子元気の子。いや、立たんでしょう。だって薬もられてるんでしょう。多分薬もられてたんじゃないかっていうのは言ってましたね、ちょっと事件性があって怖いですね。そうなんですよ。ちなみにお姉さんは、はい、旦那さんに薬を持ってやることはないんですか？いや、考えましたよ、一回ぐらい。キノコのこの子元気の子。もうなんかもうだいぶもう年も取ったので、だんだんそういうなんていうんですか、機能的な。逆に立つ薬飲んだ方がいいね。そう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 、それを一回こうネットでいろいろ調べたことありますけど、ポチッとまではちょっと怖くてできなかったですね。でも仲良さそうですね。周りからは言われますね、仲いいねって言われますけど、けどね、やっぱその辺がちょっと不満ですね。お前不満なんですね。どうなのみたいな。なんだっけ、あの、はい、ロイヤルハニーって有名ですよね。ああ、なんか聞いたことありますね。ぜひ試してみてください。あの効果あったら教えてください。はい、あ、わかりました。ちょ、うちも気になるんで。あ、本当ですか。わかりました、じゃあちょっと試してみよう。ぜひぜひ。うちもちょっと立たなくて困ってるんですよ。立たなくて？あ、そうなんです。うちもちょっと立たなくて困ってて。膝？膝？うちも立たない？え、何が？
あ、ちょっと待って。旦那さん何立たないんですか？うちの旦那はあれです、 P が立たない。あ、うちも P が立たないよ。私の P と合ってる？私の P と合ってるんじゃないかな。私の P、 ちょっと P しか言ってないからわかんないけど。え、なんで？え？なんで？ですね、言うべきことじゃないかもしれないんですけど。え、聞いても大丈夫なんですか？あ、全然。あの、今うちうつ病なんですよ。はい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 。ちょっとうつ病になってから立たなくなってしまって。私もうつ病なんですけど。はいはいはい。え、待って、私立たないものある？引っこ抜かれてあなただけについてゆく。それは知らない。ん？喉がおかしくなってきた。え、嘘。あ、うちもなんか喉がおかしくなってきた。え、ちょっと待って。あ、こっちは大丈夫です。あ、こっちも大丈夫です。あ、もしもし。あ、もしもし。え、あれ、お前、お前今違う、お前って言いました？え、違う、言ってない。もしもし。あ、もしもし。ちょっと待って、なんで？だから僕はずっと言い続けてますけど。P が立たないんですよね。ちょっと待って。ちょっと待ってください。すごいイケボですね。あ、ありがとうございます。めっちゃイケボ。まあ、イケボでも P は立ちません。でも、イケボは立ちますよ。いやいや、立たねえんです。立たねえから困ってるんです。あ、すいません。昨日は？あ、呼びます？変わりますか？呼びます？あ、よ、あ、変わってんだって。どっかあれですか？あ、もしもし。おトイレかなんかに。え、も、もし、あ、もしもし。あ、もしもし。え、呼ばれたんですか、ね、え、あ、呼ばれたんですか？あ、トイレかなんか行ってたのかなと思って。あ、行ってない、行ってない、全然。あ、びっくりした。え、行ってない？ずっとここにいるよ。ずっとここにいるよ。青山テルマみたい。これどうしたらいいんだろう。どっちと話すんだろう。え、どっちがいいですか。え、さっきイケボのお兄さんが急に出てきて、うん、なんかよく1月はしてるとき急に出てくるんですよ。変わります？え、変わってもらっていいですか。変わってだって、はい、あ、もしもし。あ、もしもし。はいはい。あ、どうも。あ、どうも。なんでしょう。早いですね。なんか変わって。まあ、隣にいるんでね。あ、隣にいるんですね。はい。そうなんだ。あ、じゃあ2人でやってるんですか？あ、1人でやってますよ。え、けど変わるって言ってるからあれでしょ。え、じゃあ変わりましょうか。え、変わってもらって。はい、はい。はい、何ですか？あ、もしもし。はい、もしもし。ありがとう。え、これ2人でやっとるやん。いや、1人だよ。1人じゃん。一人じゃないですよね。いや、ずっと一人で喋ってるよ。変わり方が二人よ。全然信じてくれないんだけど。まあそりゃね、信じてくれないんじゃない、さすがに。ちょっとそこラブラブしないで、ね、ラブラブしてないだって一人だもん。え、一人って何これ。え、だから一人でこうやって声を変えながら喋っていたってことですよ。もう一回 やらせるんですか？え、ダメですか？どうやってるの？こっちが地声なんで。あ、いいな。高い声を出すとこういう感じになります。うわ、いいな。ちょっとそれやりたい。ロイヤルハニー飲めばできますよ。ぜひ